ちは。動画です。動画かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。いますね、ファンが。優しい世界ですね。たくさんファンがいましたね。ありがたいですね。それでは日本代表から、富樫勇樹キャプテン、渡辺雄太選手、ジョシュ・ホーキンソン選手、河村勇輝選手、それでは改め贈呈よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。やっと沖縄来ました。本当にもう私たちは本当にもう長い間に練習やっていいチーム作って、これからうちのベストバスケットボール見せたいです。みんなのエネルギーも本当に大事です。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。うまいですね。すごい。すごい、そいつは。押してるように見えて、バンドさせてるだけだから。なんかできてそうな雰囲気あるけど。いや、全然違うよ。確かにできてそう。Who's next? かっこよく撮れましたか？あれはかっこいいですね。この煙がまたいい感じに。確かにスモークマシーンは。イエース、ユキ。まだ一つも行ってないですけど。ずっと何してたんですか？遊んでました。ここが多分すぐ終わる、もうすぐ終わるじゃないですか。 That's good. Never say that. 飯島さんどうですか、写真は、撮影は。もう慣れたもんっすよ。33歳。ワールドカップは2回目ですか？15回目。15回目。なんか川端言ってますけど怖いな。普通にキモい。15回目って言われて
おもんないし。おもんないし。子供だよ、低い言うよ。一番おもんない数字で仲間。ついつい今原さんと目合わしちゃったもん。15回目って言われて。うぜえと思って。困った。困った。到着しましたが、どうですか、ここまで。いや、沖縄の人らに歓迎してもらって、空港でもね、嬉しかったです。やっぱ実感出てきました。実感出てきましたね。あの大人数をこう横で列作ってもらって、そのあの真ん中を通るっていうのは。We finally in Okinawa. How are you feeling? Mensore, bro. Mensore. You know what does that mean?Yeah, of course. It means like yokoso. Oh, yokoso. Yeah, welcome. Yeah, yokoso. Mensore, Okinawa. Mato, 自分のトランプそうやって撮ってるばっかり。あき、女子のってもらった。一緒に自撮りすればいいんじゃない。通りすがりの変質者やそれ現像した時にびっくりするやつじゃんこれいらっしゃったおもろカメラを隠します。カメラを隠します。はい、インサイドカメラ。あ、隠します。隠します。やってや、勝負してや。待ってな見して。はい、イエーイ。ディフェンディングチャンピオン。ヨギボーだと、ヨギボーです。これちょっと JBA で買ってください。 JBA で部屋に NTC にあったらいいね。お願いしますよ。あ、めっちゃいいやんこれ。 NTC に置いてあったら絶対コーリーが使うじゃないですか。3万ぐらいだよ。何もするか。じゃない、ロング6万買おう俺。ヨギボー持ってないの。持ってないです。え、お家にあるんですか。ヨギボーありますね。なんかこれロング必要ないかよし、完成。一番無難で、これが結局飛ぶね、一番。どこ行った？あった。え、それ誰の誰の？やばいやばい。トミー、ついに沖縄来ましたが、どうですか、ここまで。沖縄来ましたね、ついに。実感湧いてきました。いや、実感どんどん湧いてきましたよ。おお、実感どんどん湧いてきましたよ。空港でもファンの人たくさんいてくれたからね。いや、間違いないですね。やっぱああいう応援がいいですね。支えになりますね。ファンの皆さんに一言。いや、本当にあともう2日で始まるんですけど、まあ、本当に日本の応援よろしくお願いします。いいです。で、川村選手来ましたが、彼の応援もよろしくお願いします。お願いします。で、最後向かい行こう。Let's go。 おお、おはようございます。ボーターどこになります。よいしょ。
Dodge it! Dodge it? Yes! 15秒 This is a ball! まだ本番じゃないのでわからないんですけど、まあ、今の自分の気持ち的には結構ワクワクの方が大きくて、まあ、これをいい気持ちのまま本番を迎えたいなと思ってます。ね、格上っていうのは分かってるんですけど、やっぱりもう、ね、どこでやるにしてもやっぱり一つ一つ勝っていくのが僕たちの目標なので、もうやっぱり勝利目指して頑張りたいと思います。どうぞ、インサイダー勝樹です。出たな。来ました。赤くなりましたね。赤くなりましたね。すごい、赤くしただけでヤフーニュースになりましたよ。やりましたね。いや、びっくりでしょ。確認ですけど、その赤はスラムダンクの赤なのか、チームジャパンの赤なのか。ちょっと申し訳ないですけど、チームジャパンですね。もともと戸橋さんとか平島さんとかと、ね、あんま代表入ったらやろうみたいな話はしてたので、まあ、そこ、まあね、これでまあまあ、自分の気持ち的にも、そのチームの、ね、盛り上げ的にも、まあ、僕的にも面白いと思ったのでやりましたし、まあ、もちろんバスケットは変わらず本気であるので、まあ、いい風にできたかなと思っています。ありがとうございます。まだ続きと思います。頑張ってください。うっす、あっす。守り切って、日本が勝つ姿をお見せできればいいなと思います。まあ、ここまで日本代表でずっと合宿やってきましたけど、このコートに立てるのは約こう12人なわけで、たくさん立ちたい選手がいる中でも、こう僕たちが代表して立つっていうところなので、まあ、その気持ちは、その身が引き締まる思いというか、そういったたくさんの選手、ファンの皆さんの思いを背負って、絶対コートでいい結果を出して恩返ししたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。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 どっちでしたっけ。近く。でもまだ時間はありますけど、エンジンかかってきました。なんかでも多分一番練習してると思うんで、日本がなんかもうここまで来たら信じるしかないです。信じれる。はい、来てあるよ。練習量をしてきたと。いや本当そうです。だからもうここから云々じゃなくて、もう今までやってきたことを信じるのみ。あとはもう神のみぞ知ります。頑張ってください。あ、まだちょっと暑いんです。まだもうちょっとドア。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか。いよいよ沖縄で練習をしてると気合っていうものが入ってくるかなと思いますけど。入ってますね。いい緊張感と、まあ、そのリラックスする時間と、いいバランスでチーム練習できてるかなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様です。どうですか、シュートタッチなの。あ、いい感じじゃないですか。いい感じですか。はい、いい感じですよ。あさって期待してます。はい、頑張ります。お願いします。頑張ります。実感というか、これから対決、試合が始まっていく実感ってのはまだ湧いてないですか。それとも気合十分で。いやもう実感湧いてないとかもう1ミリもなくて、ね、もう準備もね、なんていうんですか、もうこの合宿が始まった時点でもうここに向けてやってきたみたいなところがあるんで、実感ないとかはもうないです。ずっともうやる点体制というか、やっとって言い方ちょっと、変な感じやね、ちょっと難しいですけど、うん、まあ、ついに、まあ、練習もね、いい感じに強度保ってそのチームでできてると思うし、準備に関しては全然ね、まあ、あと2日ぐらいあると思うんで、2日明日か明日で1日あるんで、そこでまたもっとねチーム力高めてって
もっと完成したチーム作りたいですよね。でも全然本当にもう勝負ね、もう勝負はもうそれ準備できてるもんな。まあでもプレーできるぐらいにはもう回復してるんで、もうここまで来たら別にもうやるしかないんで、そこは別に言い訳もせずに、もうやるときもコートに立つ以上は、あの別にまあ痛みがあろうがなかろうが、相手のチームはそんなこと気にしないですし、やってる自分たちも気にしないんで、すごい楽しみにしてますし、もうこのために今までみんな準備してきたんで、もうあとはできる限りの準備をもうここでもしっかりやって、また楽しむだけっていう感じです。